うまいの。これは化け物みたいなうまさじゃのう。人間が食えばただでさえ短い命がさらに短くなってしまうほどに高カロリーでジャンクな料理じゃ。しかしあれじゃぞ、この程度のものでわらわに自己紹介を頼むなど。おいルシオ、その手に持っているのは何じゃ？ビデオカメラではない、温かげな包み紙じゃ。何？ダブルチーズトリプルベーコンクワトロバーガー。ほっほう、なかなか悪くはないな。しかし重ねて言うがこの程度で。はっ、こいつは事件じゃぞ。なんじゃこれは。一口目でわかるぞや。口の中が油だらけになり舌がしびれるほどの人工調味料の味ではないか。ケミカルじゃって。あ、こいつは極上極上。満足満足。それでっと自己紹介じゃったかの。とはいうもこの町にわらわのことを知らぬ者などそうそうおらんじゃろうて。ほらなんじゃったかの。なおかの歩き方じゃったか。この町の観光ガイドブック、それにわらわの特集ページが組まれているではないか。それを読めば大抵のことは。なんじゃ？わらわの生映像と生音声が欲しいとな。うん、ま、よかろうて。今のわらわは気分が良いからの。このカメラに向かって喋れば良いのだろう。吸血鬼とてそれぐらい心得ておる。わらわの名前はリーザル・ヘッポーン・ファルコン。この町で最もおおらかかつ平和を尊ぶものじゃ。じゃがいくらわらわがおおらかとはいえ町の掃除屋ではない。困ったことがあると何かと相談に来よる大しれ者がおるが皆は真似せぬようにな。おいこちらを見ろしれ者よ。それなりの対価を支払う覚悟があるならばまあ話だけなら聞いてやらんでもないがの。解決するかどうか、そんなものは気分次第じゃ。勘違いするなよお主。わらわはお主の話を聞きはするがその上でどうするかはこちらの裁量であって。このジャルメイラは最近評判のラーメン屋台ではないのか。ニンニクエベレスト、豚肉、牛肉、鶏肉、野菜、マシマシ、背脂、どっさりラーメンが極上とうまさの。逃がさぬぞ。よし行くなじゃお主。はあ、何を抜かしておる。何事にも代償が必要ならばこの撮影の対価を払う時じゃ。さあ行ってくるのじゃ。そしてわらわのラーメンをはよせ。消し済みにされたくなければの。